今日はフブさんとご飯食べて帰ったんですけどね。今日もね、ニコちゃんはね、収録などなどのね、していたんですけれどもね、なんか LINE が動いてて、なんかフブさんがスタジオにいるっていう。で、ミコのマネちゃんとお茶会してるとか言ってて、みたいな。ミコのマネちゃんとお茶会マジってなって、収録の休憩中にフブさんを探し歩き、なんかフブさんも収録とかで来てたらしくて、で、マネちゃんたちと行って、そうね、フブさんと一緒に、フブさん、待っててね、帰んないでって言って、マネちゃんまで取られちゃったのか。いや、マジね、ミコのマネちゃんね、もうほぼスイちゃんのマネちゃんみたいな感じぐらい、スイちゃんとも仲いいしね。スイちゃんとも仲いいしね。最近はよくフブさんとも喋ってる気がするな。まあ一緒になることが多いからっていうのもあるけど。それぞれ別のマネちゃんなんですけどね。マネちゃん猫しか逃げようとしてない。そんなことない。猫のマネちゃんは猫ちゃんのことすごい大事にしてくれてるからね。信頼関係で成り立っている。我々。エリちゃんも元気してる？なんかね、今のマネちゃんとエリちゃん、現在もなお、猫が何かあったら、なんかあっちからもマネちゃんに連絡あったりとか、マネちゃんが連絡したりとか、みたいな。な、今日もね、猫の、その、CD の特典とか、雑誌とか、いろいろまとめて、あ、これエリちゃん、先輩に渡しに行くんですよ、とか言って。え、そうなの？これにもあれにもサイン書いちゃおうって言って、いっぱいサイン書いてる。エリちゃん、えっていう CD パッケージにね、サイン書くなどしたんですけど、落書きもついに、落書きじゃないだの、サイン書きなのがよ。泣いて喜ぶなのがよ。ねえ。で、なんかご飯に行ったりとかもしてるらしいよ。じゃ、猫も仲間に入れてほしいと思いつつも、まあ、そんな時間もなく。でも、エリちゃんはね、ライブの時に会えますからね。もう、エリちゃんに、ライブの時に会えるのが楽しみだよ、猫は。来るんだ！当たり前だよ！エリちゃんもどんな予定があっても、絶対に、その日は絶対に来るって言ってくれてたから。よかったね。いや、ほんとだよ。エリちゃんに泣いてもらわないとな。ちゃんと枠開けてたの、当たり前で一番最初に開けてたわ。もうエリちゃんと一緒にもね、叶えた夢みたいなとこありますからね。猫ピーともそうだし。でも、猫ピーだけでもさ、難しいわけじゃん。で、猫だけでも難しくて、そこをね、猫のマネちゃんが、たくさん、こうしたらどうだろう、こうしたらどうだろうみたいな感じで、アドバイスくれたりとか、一緒に頑張ってくれたからさ、コブさんが待っててくれて、で、その後、猫収録の後もさ、マネちゃんとのタスク処理という仕事が待っていたからね。はい、って言って。その間もフブさん待っててくれててさ、一緒にご飯行った。フブさん優しい。